全日本インカレ優勝12回、輝かしい成績を上げている大学サッカーの名門、早稲田大学芦木蹴球部。関東大学リーグ2部から1部へ昇格した今シーズン、27回目の優勝を達成するなど、チームの躍進を支える人物が今回の主役。まあ、自分が楽しんで人を楽しませられるような選手になってほしいなっていう。プロ選手にならなくて、まあ、社会人になったとしても多分それは一プロフェッショナル、社会人としてのプロフェッショナルっていう感覚と僕そこも似てると思うし、プロサッカー選手11年、ビジネスマン10年で培った経験をチームに注ぐ殿池大輔監督。彼が選手たちに大学スポーツで得てほしいものとは。選手を支える監督の輝きを記録する。練習場の方に向かう形になります。はい、今日一日よろしくお願いします。はい、よろしくします。今からは、はい、もう大学に行かれる、そうですね、これから練習ではあるんですけど、ちょっとその前に、ちょっと打ち合わせがあるんで。打ち合わせ、はい。で今日は、はい、例のちょっと紙を作ってきたので、はい、見てもらいたいなと思ってます。大義については、まあ、ここに書いてある通りなんですけども、うん、まあ、大学サッカーと、まあ、これからその日本を牽引していく人材に必要なその多様性だったり社会性だったり、まあ、グローバルな課題に対して、まあ、求められていくものに対して、まあ、どういうふうにアプローチしていきましょうかみたいな、まあ、そうい う, こう大学サッカーの中にある課題を、今の枠組みを超えて、ちょっと作っていきましょうと。でちょっとこのユニットの名前についてはこれも西川が勝手に候補を作ってきただけなので、ここも気にしないでください。気にしなくて、僕は意外と2番が好きなんですけど。俺は 4が一番。4がいいの。あ、なんかフランス語とかで縛っちゃうと分かりにくくなっちゃうかなと思ったりして。学生さんのこう入れられるこう意味合いとかってあるんですか？その組、要は大学サッカーって考えた時に、当然今僕もその主体は学生であるべき、まあ、主体というよりも主人公が学生でしかないので、その僕が何か頑張ってやるっていうことじゃなくて、そこには当然学生がいなきゃいけないし、学生がそれについて特にこういうものを考えるところにおいてもいてくんないと困るんですけど、まあ、まだ1年生のあのマネージャーなんですけど、はい、まあ、すごく意欲もあるし、そういうところに興味もあるんで、じゃあもう こういう場から一緒に参加させた方がいいなと思って、あえて今日一緒にやってもらっています。入ってみてどうですか？入ってみてですか？いや、でもやっていけるか不安ですけど、まあ、自分が興味あるところなんでしっかりやっていきたいなと思ってます。面白いですか？面白いですね。やりがいはありますね。はい、今からいよいよ、はい、いよいよ、あ、練習、あ、練習で、練習ということで、あのグラウンドの方に行きますんで、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、じゃあ着替えられました？着替えました。はい、じゃあ今から、はい、何を、はい、今から、全体のミーティングがあるんで、はい、はい、しますね。みんなと授業終わって、そうですね、この夕方授業終わって、大体この時間からトレーニングって感じで、まあ、今日は週頭なんで、この間の試合のリーグ戦の振り返りを、これ、知ってほしないって本当に言うのは簡単だけど、まあ、そもそもその前の試合を失点してたとか、まあ、細かなところは当然あるし、うん、当然これで何かが終わったわけでも、これで何かを成し遂げたわけでもないんで、このまま、この後、次の東京国際戦、国際大との試合ね、続きますけど、まあ、まだしっかり、細かな部分も含めて振り返って、次につなげるとき、気持ちのスイッチと、今日からの立ち上げでもあるので、やっていきましょう。
今の何気ないシーンなんだけど、太一が、まあ、この前も1回挙げたシーンなんだけど、空いてるスペースを埋めるっていうところ、太一が気づいて相手の左サイドハーフのところ、牧野が中を絞ったところをケアしてるんだよ。こういうでもこれで今本当は蹴れるシーンだったけど、太一が戻ってることで相手のディフェンダー蹴るんだよ。これもクワがニアのクロスの位置を消してるから、ここで触れてる。こういうちょっとしたシーンだけど、空いてるスペースを見つけて誰が埋めに行くのかっていうところは今後も大事になってくるんで、そのあたり岡田がそのままこの走ってきたやつについていけるんだったら、これでもう守れれば、これはもう一つこの局面としては正解で、逆にこうサイド幅が高い人の時に基本的に学生が自分たちで分析したり、自分たちでまず評価をするっていうところが、トレーニングも基本的には組み立ても学生に預けるっていうことじゃなくて、まず学生たちで考えて、それをこっちがちゃんと管理というか、自分たちで考えたものを形にしていくというか、表現していった方が圧倒的にそこに対するモチベーションだったり、あとは理解も含めて絶対落とし込みやすいと思うん で逆に言うと、そこの感覚というか、そこのアンテナがあるなしで多分伸び幅が全然違うんですよね。まあ、そういうことが一つ大学の僕は可能性というか、大学サッカー来て伸びたり、大学サッカー来て来る意味っていうのはそこにあると思うんで。リーグ戦にスタメンで出たメンバーなんで、まあ、ある程度もう長い時間、チーム全体の中では彼らだけが一番こう体に負荷がかかっている状態なので、まあ、彼らは一回コンディションの深いところから一回作り直して、で他のメンバーは、まあ、次の試合に向けての、まあ、競争に、加われるような部分を作っていくためのトレーニングという。部員も多いですもんね。部員が、はい、80人強いますんで。いや、分かるけど、なんか、俺らも送ってたのよ。なんで5-1なの？来て、終わるまで。OK っす。田中は大丈夫だね。こういう中で本当に何ができるか、何をしっかり足元を見つめてできるかっていうのは、非常にいいチャンスだと思うんで、積極的にこの時間を、と向き合ってチャレンジをしていきましょう。はい、じゃあ行こう。ゴトキ30ぐらいで。はい、ゴーラタ、声張っていこう、声張って。手のひらつけで体幹でしっかり支える、体幹使う、体幹。おー、デラー負けんな、デラー、シムに負けんな、シムに。おー、おー、清水、じゃあ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 、自分でしっかりよ、自分でしっかりよ。おー、自分に厳しくいこうよ、言われてるよ。お前も厳しくしろ。最高最高。厳しくね、厳しく。監督経験がとかよく言われるじゃないですか。で、僕はないんで、逆にじゃあ自分にあるものって言ったら、やっぱこういうことしていきたいっていうそのビジョンだったり、で、まあ、今その日本をリードする存在になるっていうのを学生と一緒に考えて、それを一つ言葉にしてやってくるっていうそのテーマと、今までやってきた監督さんとか、自分が学生時代だった監督さんみたいなこともすごくイメージはしたんですけど。逆にその人たちがやってないことって何だろうっていうことをとにかく意識してやり始めました。だから結構厳しい監督さん、僕の時代も厳しかった監督でしたし、
前年までやってた監督さんも結構厳しい空気感でやってたんで、緩くしてやろうと、とにかく一旦緩くしてやろうと、ネジ緩めてやろうと、蓋取ってやろうみたいな感じをまあやって、でまあちょうどその始まって3週間後ぐらいに合宿があって、そこでみんなと面談した時に、だいぶ雰囲気変わりました、みんな楽しそうにやってるし、なんかだいぶ変わりました、でもこれでいいのかって不安ありますってみんな言うんですよ。でもその不安が僕はチャンスだと思ってて、去年の今頃の早稲田大学足利集球部とは全く違うチームになったと思います。練習メニューだったり、トレーニングに対する向き合い方とか、みんなの表情とか全く違うと思います。同じ早稲田だけど全く違うチームになったと思います。本当の意味で自分に向き合ってどういうことだろうっていうところで、自分の良さだったり、自分がこの後、チームサッカーの枠でもそうですけど、社会に出てから自分がどうやって活動していくかって、そういう経験を積む場としてサッカーってあると思うんで、そういうところまでいろんなあの視点からこの練習を捉えられるようになったっていうのが多分一番の大きな変化だと思います。トマイギどういう監督ですか？あのプロデューサーみたいな監督だっていうのは僕自身思ってます。その大枠が作ってくれるんで、その中であの自分が思ったことを素直にそのままあのいろいろ考えることなくする場を本当に作ってもらってるっていうふうに思います。そうです。だからある意味その監督ってあんま多分みんな思ってないと思うんですよね。あの意味こう視点とか考えてくるとか立場が近いところに常にいてくれるので、あのなんか空気感というか、あのある意味マスコット的な体格も含めてすごい助かってる部分、助かってるというかもう助けていただいてる部分はすごい大きいと思います。どういう人を作っていきたいかとか、まあ、でももう一言で言うと、やっぱりこう人生を楽しめるかつ楽しませられる選手、まあ、自分が楽しんで人を楽しませられるような選手になってほしいなっていうところがありますね。だそれがプロ選手にならなくて、まあ、社会人になったとしても多分それは一プロフェッショナル、社会人としてのプロフェッショナルっていう感覚と僕そこも似てると思うし、僕が得たもの、はい、監督をすることによって、いやー改めてサッカー楽しいなっていうのが、いやなんかやっぱサッカー、結果僕何にもしてないんですけどあの結果僕このなんか LINE の中にも入れないし、脇でワーワー言ってるだけなんですけど、でもそれでもなんかこうサッカー楽しいなっていうか、みんなのプレーをやってる姿もそうだし、悔しがってる姿もそうだし、応援してくれるとか応援する学生たちの姿を見て、あなんかすごくそのサッカーというかその、ものがあることでこんだけの人たちがこんだけ思いを馳せて、そうこの中に自分が身を置けるというか、まあ、そういうことがもうなんか楽しくてしょうがないっていうか、はい、じゃあお疲れ様でした。まあ、今日はあのインカレのメンバーを決めるっていう、まあ、メンバーというか、最初の登録メンバー30人、決めるっていう中で、あの、まあ、そういう意思はね非常に感じられたけど、そのメンバーっていうところも大事だけど、今週に関しては1個ゲームを動かすっていうかね、決めるっていう作業は非常に重要な要素になってくると思うので、そこのところに関してはちょっと物足りないなっていうところは思ったんで、また明日からもしっかりそこも含めてやっていきましょう。大輔、本当に筑波戦、チームとしていいゲームができましたけど、そこにここにいるメンバーからああいう基準でどれだけ入っていけるかっていうのが本当に重要だと思うので、また明日いい競争して一緒のチームがやっていきましょう。お疲れ様です。お疲れ様です。どうした？今日もこれで帰られるんですか？今日あの実はまだもう一件打ち合わせというか、はい、近くで、はい、近くでありますね。はい、お願いします。もう何かね、いや早稲田のサッカー部どうしてんのかなと思って。なるほど。
それをちょっと父さんに聞いておきたかったんですよ。今日すみません、一日お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ最後に一つ質問。はい、はい、あのまあ、選手含め、はい、知られてるんですけど、はい、この、まあ、大学生活を通して、はい、選手たちに得てほしいものは何ですか？そうですね、あのまあ、いろんなこととか多様性とかあるんですけど、まあ、時代が変わってきて変化していく中の、順応性とかもあると思うんですけど、まあ、とはいえやっぱり僕が大事にしたいというかしてほしいなというのは謙虚さかなというふうに思ってます。まあ、僕もこう早稲田に帰ってきて、一つ早稲田の言葉に、まあ、実るほど、神戸を垂れる稲穂かなっていう言葉があって、なんかこう早稲田の学生たちに何を伝えようかなっていつも思ってて試合とかに臨むんですけど、春ぐらいにそういう話をした時にみんなこの言葉知らなくて、でいやこれって、まあ、要は謙虚なれ、謙虚垂れと、いうことだよという話をしたら、実は意外と今の学生たちに刺さってですね、いつもいつもみんな、いや謙虚に行こう謙虚に行こうみたいな形が結構言葉で出るようになったんですよね。でそれが今年僕意外と好調というかうまくいってる、実はそのメンタルの一番根幹にあるところかなと。なんかまあこういろんなことがあって、いろんなねこうことをやんなきゃいけないとかいろんなことが求められる時代ではあるんですけど、そこの根幹に謙虚さを持つことで、一つこうなんか、そこに対してのものの見方とか捉え方が地に足がつくというか、でそれが多分世の中に社会に出てった時にも当然役に立つ、ことだと思うので、改めて、そういうところに、いつもそういう原点というか、ところに立ち返って、生きていけるような人になってほしいなというふうに思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。